堺市、ふれあいバスの車両を帰宅へルート、堺市、ふれあいバスは、大阪府堺市が、かつて運行していた、コミュニティバス。2000年10月2日、運行開始。堺市各エリアの老人福祉センターと地域を、結んでいた、堺市立老人福祉センター送迎バスを前身と、する。運行は、南海バスに委託していた。なお、三原区においては、 堺市編入前の旧南河内群、三原町時代から三原ふれあい号を別に運行していた。本校では三原ふれあい号についても記述する。利用状況が低迷していることもあり、堺市は2013年6月30日をもって、堺市ふれあいバスと三原ふれあい号を廃止した。2013年7月1日以降は、お出かけ、応援バス制度、 半海電車の高齢者運賃割引制度の利用日を拡大する施策を実施している。また、直接の代替路線ではないが、実証実験を経て2014年3月10日から運行している堺市乗り合いタクシーの一部停留所は、堺市触れ合いバス、三原触れ合い号のものと、ほぼ同位置にあるほか、停留所の形状も触れ合いバスのものを踏襲している。本校では、 堺井市、乗り合いタクシーについても記述する。運行の核となっている、各区役所は以下の駅に近い。これ以外の停留所で駅と連絡する箇所もあったものの、運行本数が少ないこともあり、鉄道からバスへ乗り継ぐには有用とは言い難かった。使用車両はいずれも南海バスが所有していた。初期の車両は、老人福祉センター送迎バスから引き継いだ、日の DS を使用していた。塗装は南海バスの一般路線車とは異なり、4パターンの色調に花の絵をあしらったデザインであった。触れ合いバス運行開始後は車両数増大の必要にかられ、増備車として日日、レインボー HR の7メートル車を導入した。この車両から南海バスの一般路線カラーを青系に変更したものが正式塗装とした。その後、 リエッセの老朽化もあり、レインボー HR を増備した。後期者からは、行き先表示器の LED 化や、後方行き先表示器の追加が行われた。さらにリエッセの置き換えのため、2010年代より、日のポンチョを増備し、リエッセは、フレアイバス運行から完全に撤退した。特に住宅地の入り組んだ場所の坂上にある、中老人福祉センターは、代替手段が希薄なため、 ふれあいバスと同じ1日5便の中本駅前、中老人福祉センター前間のバス路線が南海バスによって新設され、代替手段となっている。新設路線の系統番号は52系統が不満され、形式上は51系統中本発、福尾港の境東泉が丘線の一部とされ、途中の小坂まで同一ルートを走る。 52という系統番号は、かつての中もずつ区の間のバス路線に付けられていたものを引き継いでいる。フレアイバスで使用していた小型バスは、いずれも南海本体へ返却され、堺営業所と東山営業所に配備されることとなった。これらの車両には、通常路線走行のための運賃箱や、運賃表示器が設置され、南海の一般路線車のカラーリングに変更されている。 その後、2013年9月1日のダイヤ改正より、一般路線用として、再デビューの上、同社の小型車運行区間のうち、大型車に置き換えられた、境東駅、白鷺駅以外の路線に投入された。中老人福祉センター駅52系統もこれらのバスが使用される形で、くしくも触れ合いバス廃止前と同様の車両が使用されることになった。また、はからずも、 同社に残存していた DSC の置き換えと小型車におけるノンステップ化を推進することとなった。なお、ポンチョ並びにレインボー HR が南海バスの一般路線カラーで一般路線に投入されるのはこれが初である。触れ合いバスに限らず南海が各地で自宅運行しているコミュニティバスでは専用カラーのポンチョが導入されている。ほか、専用車両が使われる。 一般路線、堺シャトルバスにもレインボー HR の9メートル車が導入されている。後者は全国初のレインボー HR の導入である。正式名称は、三原公共施設循環バス。堺市編入前の旧南川地郡三原町から引き継いだものであり、運行内容が、堺市、ふれあいバスと異なっていた。2000年に運行開始し、 2013年6月30日まで運行されていた。南コースと西ルートの運行は南海バス、東ルートと北ルートの運行は近鉄バスにそれぞれ一択していた。堺市、ふれあいバスとは異なり、道路線専用のマイクロバスが使用されていた。高齢化に伴い、自力での通院や買い物など、日常生活が困難な市民の移動手段を確保する。 ためとして、堺市が2014年3月10日より運行開始した乗り合いタクシーである。大阪第一交通に運行を委託している。堺区を除く6区において合計9ルートで運行する。公共交通空白地域における交通利便性の確保を目的としており、代替手段が豊富なエリアには基本的に設定されていないほか、 駅前から駅前までなど、大体の交通手段が存在する、停留所間の利用はできない。堺市、触れ合いバス、三原触れ合い号とは異なり、ほとんどの路線は、行政区ごとの運転区間ではなく、鉄道駅同士を結ぶ路線である。また、三原区循環の一ルートを除いて、循環経路ではなく、奇襲点は別々に存在する。ルートや停留所の一部は、触れ合いバス、 三原ふれあい号のそれを引き継いでいる場合がある。運行曜日は、ふれあいバスの週3日に対し、2014年3月10日の運行開始当初は、月曜から金曜の5日間は運休として、利便性を向上させた。さらに2015年11月1日以降は毎日、運行に改善されている。触れ合いバス、三原触れ合い号とは異なり完全予約制で、乗車には、 事前の電話予約が必要である。運行開始当初の本数は、午前2便、午後2便。予約は乗車の1週間前から3時間前までだが、午前中の第1便は、前日の18時までの予約が必要となる。2015年4月1日以降は1便増便され、午前2便、午後3便。予約期限も、乗車の1週間前から2時間前までに変更されている。 運行ルート上のすべての停留所に予約がない場合は、運休する。運賃は大人300円、小学生150円。お出かけ、応援カードを提示した場合は100円となる。障害者割引も存在する。車両は運転手以外の定員が4名の、セダン型タクシーを使用する。定員を超える予約があった場合は、増車で対応するか、乗車を断る場合がある。 2016年4月1日からは本格運行となり実証実験時の路線設定を基としつつもさらに幅広い地域を網羅できるようルートが再編された。本制度の趣旨から印の停留所相互間の利用は禁じられている。実証実験時の運行ルート2016年3月31日まで実施されていた実証実験時のルートは下記の通り。 終点は同一だが別経路を運行する路線が二つずつ存在する。南海電気鉄道、南海電鉄最近の10年創業120周年、記念、2005年、99ページ。AB 堺市 HP での触れ合いバス廃止の告知、アーカイブド2013年9月20日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、AB、堺市、乗り合いタクシー実証運行について、堺市、 2020年6月12日閲覧、ありがとうございます。